We are back ということで、ですね、やっと2週間のブランクを開けて、あ、で1週間かブランクを開けて、デッドライジング2の実況ね、またしていきたいと思います。さあ今日もですね、画面上に映ってるんですけど、さあ誰がこっちにいるんでしょうか。はい、待たせたな。かっこいいな。イリュハです。今めちゃくちゃいい感じでこうイントロが入りましたね。いいな。合わせたんですよ今。ちょっとずつ歩いてきて。なるほど。じゃあ行きますか。いいセンスだ。よし行きましょう。あ、ちょっと待ってください。武器めっちゃ持ってますよ僕。いりますか。あ、欲しいっす。はい、じゃあこんなこともあるかと思ってね。ありがとうございます。いっぱい持ってますね。持ってますよ。2つあればでもいいっすか。あ、なんでジュースねえんだ。いや、後半になるとここにジュースは置かれなくなりますね。あ、そうなんすか。そうなんですよ。だからもうここじゃ、あ、そっちにあるか。でも、あ、でも僕持ってますよ、めちゃくちゃいっぱい。どうせあのもう一回あそこ行きましょうよ、ワープ使って。ああですね、ちょっと一応回収しとこうかな。じゃあね、2週間も、まあ、1週間か、期間を空けてしまったんで、ちょっとあの視聴者さんに、お互いにこう挨拶をしますか。視聴者さんにですか。はい、いいですよ。100円さんから。あ、僕からですか。そうですよ。そうですね、わかりました。言い出しっぺですもんね。はいはい、本当にね、いつも、応援してくださってありがとうございます。いきなりね、告知もなしにちょっと1週間時間を空けてしまって申し訳なかったんですけど、今日はね、頑張ってこの動画を盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はいはい、じゃあエリファさん、では俺からも。先週はですね、僕のね、ちょっと都合が悪くてまあできなかったんですけど、今回はね、先週の分も含めてそれ以上にね、頑張ってやっていこうと思います。よろしくお願いします。おお、ちなみにですね、エリュアさんは昨日の夜から寝てないみたいなんで寝落ちをする可能性があるみたいです。こんなこと言いながら言っちゃいましたけど。もし寝ちゃったら起こしてくださいね。わかりました。よし、あれ、あ、じゃあワープ行きますか。そうですね、その前に何行くのか先に決めましょうか。ああ、なるほど。 ATM へ走れと保安官の強行。保安官行きますか。了解です。これ最高です。あ、ね、マジですか。はい。近いんだったら、でもこいつから行ってもいいですけどね。どうしますか。どうなんだろう。どこだろう。ここ遠いのかな。これマップ上に出ないのが困りますね。ですね。こっちかな。いやいや、とりあえずじゃあ、エリファさんも武器ないからちょっと揃いに行きましょうよ。時間あるし。わかりました。あれ、ここだったっけ。あ、いいのか。いや、でもこのね、デッドライジングのシリーズ、僕も個人的によく見てるんですよ。はいはい。自分で言うのもなんですけど、結構なんか落ち着くっていうか、見ててなんかラジオを聞いてるみたいな感じになるんですよね。ああ、なるほどね。だからなんか流してますよ、何もないけどみたいな。はい、何もないけど、はい、音声だけでも楽しめる。音声だけでも楽しめると思います。よし、あ、そっか、まずじゃああれから取りに行った方がいいか。薬か。やばい、重くないですか。え、いや、重くないですけど。今めっちゃ重かったっすね。マジっすか。あれ、なんか怖い。エリファさん、え、でもまだあれでしょ、借り、そうそうそう、借りたやつ使ってんすよね。あの、薄型ですね。はい、大丈夫でしょ。怖いな今日。ちょっとね、ネットがうちのが良くないかもしれないですね。あ、だからかもしれない。でもそれだったらまあまああれじゃないですか、本体がダメなんだけど大丈夫でしょ。大丈夫ですかね。そう願ってます。いきなりこれでダメだったらちょっともう打ち切りですね。悲しいですね。ですね。もう当てがないんで。スナイパーライフル。あれどこだったっけ、あれいっぱいナイフあったの。
ナイフは1階ですよ。1階ですよね。どこだったっけかな、はい、手榴弾2個でいっか。全然覚えてないな。今日はガンマンでいっかな。ショットガン、時間ショットガンもいっか。時間全然余裕じゃないですか。あ、じゃなくて時間が空きすぎてどこに何があるか全然覚えてない。ああ、俺案内しましょうか。あ、覚えてますか。覚えてますよ。さすが頼りになるな。重い重いな。マジっすか。回線のせいかな。いや、あんま気にしないようにしよう。もおそらくね。わかりました。場所あれだ、別のとこにいたわ。向こうじゃないですか。そう、そうです、そっちの逆ですね。武器は俺も揃いましたね、一通り。あ、マジっすか、すごいな、はい、銃とグレネード集めてきたんで。これもいらない。あとウルヴァリンもう一丁作れたらな、いいかな。グローブありますか。グローブ3つありますよ。1個くれますか。いいですよ。ていうか多分エリワさんがナイフ取ってくれた方がいいかもしれない。わかりました。あ、じゃあ、まあ、あの作るとこで落ち合いますか。あ、後ろにいるんだ。いるんですよ、実は。早いな。やっぱりスピードは同じ。いや、そっちの方が100円さん抜かせないか。早いような気がするな。でも抜かせないですよ、でも100円さんのこと俺。あ、じゃあ同じなのかな。同じじゃないですか。42ですね、今。もう一緒なんじゃないかな。ここだったっけ。あ、これか。それですね。もう一個だけ取れないんで、じゃあエリオさんに取ってもらって、はい、取りました。行きますか。じゃあちょっとエリオハさんの近況でも聞かせてくださいよ。ね、せっかくあれなんで。近況ですか。はい。近況というよりなんだろう。最近やっぱりね、季節の変わり目でもないけど、極端すぎるのかな。3月になった途端に俺花粉症になりましたね。あー、花粉症か。はい。俺のコールオブデューティーの、はい、グランメンバーの方で。クマジュンっていう仲のいい方もいるんですけど、はい、その人も、うん、花粉症で辛いって言ってましたね、今日スカイプで。なんかあれですよね、今日か明日なんか1年分の花粉がなんか出るとか書いてありましたけど。そうそう、それも言ってましたね。やばいんじゃないですか、クマジュンさんが。去年のなんか1年分のなんか花粉が吹いたみたいな。すごいなそれ。ほんと3月になった途端に花粉症になりましたからね。なんかでもそんな話聞いてたら鼻むずかゆくなってきましたよ、こっちも。アメリカではないんですよね、花粉症は。どうなんですか。いやいや、ありますよ。あるんですか。あるでしょ。あるんだ。でも同じ時期にですか。 あると思いますよ。へえ。でもアメリカの薬すごいんで、はい、もう飲んだら一発で治りますよ。へえ。はい。目とかも、目とかも治ると思います。でも体に絶対悪いでしょう。あ、もう強すぎて過剰摂取というかなんていうかだと思いますよ。うん。僕の友達が大学時代にチグのバイトしてたんですけど。チグ、あれチグだよね確か。違うかな。なんか薬を、はい、あるじゃないですか、飲むテストで、はいはいはい、でなんか 1週間ぐらい同じとこに監禁されてみたいな。あ、やっぱりアメリカの薬やばいって言ってましたね。日本でもその人 やってたんですけど。はいはい。やばい、副作用がやばいって言ってましたよ。確かにサプリメントのそのなんだろう、なんて言うんだろうな、実験台でもないけど、まあ、アルバイトだけど。あ、やったことあるんですか。 いや、ないっすよ。ないけど怖くないっすか、やっぱ。いや、親にそれだけは嫌になって言われましたね。頼むからやらんでくれっつって。でも本当になんか、うん、なんすか。あ、いや、どうぞどうぞ。あ、ほん、ここにボクシンググラブがあった。もう一個だけナイフ、さっき誰か持ってたな。俺はもうフルアーマーっすよ。あ、マジっすか。野菜じゃないや、なんだっけ、果物。果物、果物っていうかオレンジジュース取り行きますか。そうですね、あと1個か2個欲しいかな。ナイフ誰か持ってなかったっけ、さっき。青い服着たやつがどこかにいるはずですよ。なんか必要な時にいつもいないっすよね。いないっすよね。なんだよ。
あ、いた、いた、いた。いましたよ。おお。よし。あざーす。よっしゃ。あとはじゃあこれ作って、で、自分回復のやつ2階に取り行けばもう大丈夫です。はい。百円さん食らってますもんね、地味に。そうっすね、食らってますね、確かに。あ、体力バー減ってるように見えます、そっちから。見えますよ。でも、なんだろう。そんな食らってないけどな。4分の1ぐらい減ってるんじゃないですか。あーあ、かもしれないですね、確かに。見た感じ。これいらないか、ライト。宝石がないと役に立たないですね。ライトセーバーないですもんね。いや。じゃあ2階行きましょう。了解っす。そういえば今日ついに、前、ツイッターでも言ってたんですけど、3DS XLL か、買いましたよ。ああ、でかいの買ったんすか。買いましたよ。で、アメリカめっちゃ安くなってて、今、セールかなんかで。はいはい。150ドルだったんですよ、マリオカート7がついて。セットですか。はい。はは。安くないですか。日本いくらなんですか、あれ。日本はね、あれ、任天堂が今、赤字じゃないですか、かなりの。あー、はい。だから、当初は、発売当初は、2万5000何ぼかしたんですけど、はいはいはい。今はもう1万5000切ってるかな。あ、じゃあ、まあ、公式で1万円値下げしたんですよ。あ、そうなんですか。売れないから、はい。お求めやすくなりました、つって。じゃあ、あんま得しなかったな。まあ、セットで買いたいんだし、いいんじゃないですか。まあ、そうですね。パイナップル。よっしゃ。あ、1個食べとこう。パイナップルね。確か、この前、先週じゃないや。この前なんか、百円さん、腐ったパイナップル食って、ね、お腹壊してたんですよね。そうそうそう。よく覚えてますよ。本当のリアルで、リアルな感じですよね。スポイルドパイナポーズか。おお、リワさんいいですね。英語がナチュラルに出てきて。ナチュラルに。ナチュラルかな、今の。いいですね。ちょっとためになりましたね、じゃあ。これが。ためになりました。じゃあ、近道していきましょうよ。あ、OK です。近道できるのかな、この隣だったら意味ないから。まあ、歩いていきますか。時間もあるし。確かにそうですね。なんか変わったことあったかな、特にな。まあ、特にない。ブラックオプスでボコられたぐらいですかね。いつもボコられてますよ、本当に。うん。難しいっすよ。最初のコールオブデュ、初めてのコールオブデューティーですよね、マルチは。そうですね、初めてですね。それでブラックオプス2は難易度高いっすよ。あ、難しいですよ、あの、なんだ、コールオブデューティー一応全シリーズやってますけど。ほうほうほう。どこそれでも。あの体力が極端に少ないんですよ、ブラックオフス2は。なるほど。だから本当に打ち合いになったらもう、なんだろう、先に打ったもん勝ちっていうか、まあエイムにもよりますけど。あ、そうなんですか。難しいんすよ本当に。スナイパー卑怯っすよね。お、すげえ。いや、スナイパーは卑怯じゃないと思いますよ。卑怯じゃないっすか。一発でやられますよ、でもあれ。どこ撃たれても。いや、いや、そんなことないっすよ。あ、本当ですか。スナイパーはあれ、上半身かな。上半身って言っても、あの、胸の上じゃないと一発で死にませんよ。足とか撃っても、腕とか撃っても。マジで死ぬの。はい。そういうなんか、体の部位によってダメージのその判定が違うんすよ。これなんだ、これなんだ、これ、これ違くないですか。なんか違うの来てませんか。もう助けるけど、保安官の強行ですよ、ね、確かに違うかもしれない。すいません。あれ、百円さんについてきたらなんか、まあいいや。ちょっと待って。いや、やりましょうやりましょう。あ、でもここでいいですよ、こっちですよ。あ、いや、でもこの人たち連れてったらどうせ最後に殺される。あ、そうです、やめましょうよ、こっち行きましょう、はい、そうそう、この前のなんだったっけ名前、あのお金持ってるやつ何でしたっけ。ジャスター、ジャスターじゃない。ジャスター、ジャスパー、ヴィーナス、違う、お金持ってるやつ、ジーナス、あれ、ジャーナス、あ、ジャーナス、そうだそうだ。ジャーナス、そうです。おすげえ。何これ、金庫じゃないですか。待って、お金あんのかな。じゃあ金庫か、ロッカールーム、ただの
でもここ指してますよ、矢印が。こっち、こっちだ。あ、近道って、近道的なそんなんすかね。あ、あ、違うな。この先かな。あ、じゃあやっぱボスはこっちでいいんすか。合ってますね。じゃあ帰り際にさっきの人たちピックアップすればいい。そうですね。